東京は54万ないと普通に暮らせないと帰宅モデルの一人暮らしは24万ないと普通に暮らせないと記事が出てきたので、広域に怒られるぞって書いてきました。でもだってもいられなくなくて、地区にいました。バシッと言ってください。練馬区に住んでて、家賃9万円で43メートル平米の家に住んでる、9万5千。で、子供2人で、あの、両親共働きっていう家庭が54万円の収入がないと、子供を大学に入れるのはきついよねっていう話なんですけど、 あのこれ元データあるんですけど実際そうですよ教育費にちゃんと金かけようとすると要は教育に全く金をかけ,ないか,かけない家庭っていうのも世の中にはありますその塾行かせません効率だけでいいですと頭がいい子だったら何とかなるんですよちょっと1時間ぐらい巻き戻してもらえると知能は遺伝するって話だと思うんですけどあの残念ながら54万円共働きって親頭悪いんですよ なので、頭の良さと収入は比例しますと。頭がいいと30代、30年収540万ということは、だいたい片方270万、もう片方270万なので、300万円に行かなくいい共働きなんですよ。ということは、親のその DNA 的な IQ はそこまで高くないと。そうすると、子供もそんなに頭が良くない確率が高いと。っていう子供で、塾にも行かせません。いい学校も行かせませんってなると、まあ、結果としては、 頭が良くないのに、教育観光環境も良くないので、試験のテストが悪いんですけど、東京に住んでると、世間体があるので大学に行かなければいけないので、聞いたこともないエフランク大学に入れるということになり、結局年間に100万円ぐらいの学費がかかるけど、頭が悪いし、学費も高いし、エフランだから卒業したとしても微妙なポジションっていう子供が2人出来上がります。それが、もし分かってるのであれば、 が IQ 的なその頭の悪さがあったとしても塾に入れるとかいい学校に入れるっていうので下駄を履かせることが可能なんですよ高校とか大学の入試のレベルのその能力って本当に必要なその IQ の能力っていらなくてテクニックで結構なんとかなるんですよこの話前もしたと思うんですけど高校2年生の時のあの古典のテストでセンター試験かなんかのテストを出してきたのかな僕古典待 勉強したたこともなくて大嫌いだったんですけどクラスで2位の点数を取ったっていう話をしたことあると思うんですけどそれが何でクラスで2位の点数を取れたかっていうとマークシートって問題と答えを見れば知らなくても点数取れるんですよ。 っていうぐらい、あの、テクニックで何とかなるんですよ。人間って、こういう問題を作った場合、こういう答えの配置をするよねっていうのを知ってるだけで、全く知らない問題もある程度の手数取れるんですよ。そう、この話425回目なんですけど。っていうのがあるので、頭が悪くても、そういうテクニックを教えてくれたりとか、受験の仕方を教えてくれる塾に行くと、そこそこの学校入れるんですよ。で、そこそこの学校入って学歴を積んじゃえば、そこそこの企業入れるんですよ。なので、馬鹿でもなんとかなるんですよ。友達 きで結婚後の夫婦財布管理についてメリットでメリットを教えてください別財布管理は彼の希望です私は片方に規制的な負担や不満を風流れが見えなくて不安になりそうで心配ですうちは別ですねだって無理だもん僕ですらわかんないから自分の財産がどれぐらいあるかっていう把握を僕自身がしてないんですよね前にあのそううちの彼女と金持ちの人は自分がどれぐらいのお金を持ってることがどれぐらいあり理解してるかって話をしたことなんですけど ある程度お金を持ってる人になると自分の金額が全くわからなくなるんですよ上場企業の創業者ですとかになると自分の資産っていうのがほぼその自分の,その創業の会社の株価なので株価がどれぐらい動いいい動たかか。うののによっても自分の資産がかかるじゃないですか現金で持ってるわけではないのでその株とかじゃ不動産とか車とか時計とか絵画とかっていうのに資産に変えてることが多いんですよね。 でそうするといろんな株持ってますっていうといちいちその株がどれぐらいの金額かって分かんなかったりするんですよ。豊洲のマンション待ってますとかで豊洲のマンションってこれ売ろうと思ったら今いくらなのって分かんないですよそう。買った時はじゃあ1億円でしたと。でもなんか上がってるらしいと。でも実際売ろうとしてみたら8000万円でしたみたいなことがあるので買ったのは1億だったけどこれいくらか分かんないみたいなのも全然あるんですよ。 でその時計とかその会計とか美術品になるとますますそうでいいいちいち今いくら持ってるかっててるるか知必要ないんですよ、ね、要はその何か買いたいと思った時って、まあ、現金で別になんか1,000万円ぐらい口座に入ってれば大体買いたいものって買えるんですよ。 で別にじゃあ不動産超欲しいって言って,てもじゃあ買いますっていうサインをした後にじゃあの買う必要があるからじゃあこの株売ろうとかっていうのを計算して売って現金化して払えばいいわけであの今すぐ明日までに5,000万円払うみたいなことないのでいろんな資産になってるので逆にその手持ち現金いくらかもあんまよくわかんないっていう人多いと思うんですよね。っていうのがあってなのであの金持ってる人ほど自分の財産わかんないから別管理っていう人が多いんじゃないかなと思いますさ、はい。 二十七歳、結婚三年目の専業職です。いずれ子供が欲しいのですが、夫は子供が欲しいけど、育児や家事には全く参加する気がない人です。専業職なり、一人で育児や家事をするのを受け入れるべきですか？ちなみに、夫は年収五千万くらいです。諦めて大変な時は、シッターさんに頼んでして、育児は一人で頑張るべきでしょうか。それとも、意見不一致で早いうちに離婚した方がいいでしょうか。 全然違う話を考えながら読んでしまったので、話の内容が今全くわかってないんですけど、あの、専業省で全然いいと思います。あの、年収5000万あるんだったら、あの、ベビーシッターを雇ってもらった方がいいと思います。育児一人では無理ですよっていうのをきちんと伝えて、子供産んだ後にできないって言って、ベビーシッター勝手に頼んじゃってください。 でそうすると旦那さんがお金払わざるを得ないのでなのでそうすると結果としてベビーシッターが手伝いつつあの専業主婦で育てるっていうのができると思うのでなのでさっさと子供作っちゃってください。 で、さっき僕何考えてたかっていうと、A マッソさんっていう女性芸人さんがいるんですけど、その芸人さんが企画したテレビ東京の番組があって、大家族の家に金田さんっていうあの声の高い声優の面白おばちゃんがいるんですけどで、その大家族に金田さんがお手伝いに行くっていう体の番組で、普通にお手伝いをしてるんですけど、なんかちょっと変なんですよ。子供のセリフとか、 父親と母親のセリフとかがなんかちょっとずれてるんですよ。っていうので1回終わるんですよ。後編で何かずれてる理由が分かるようになるっていうそれもちゃんと説明しないんですよテレビ放送では。でなんかウェブにあるなんかあの特別編っていうやつであの実はこういう過程だったんですよっていうあの、まあ、ネタバレをするんですけど BS かなんかでやったんですけどテレビだけ見てあ金友さんはい。 あのテレビだけ見てる人だとそのオチが分からないまま謎なドラマなんですよ。<laughs> え何がオチなのこれって分かんないまま終わるんですけどあとその地方に住んでる一軒家に住み始めたけどちょっと周りがおかしい変みたいなのもあったりして多分 A マストテレビ東京とかで調べれば出てくるかな僕 TVer かなんかで見たので興味がある人はググってみてください。はい、あオチあります。オチは TVer かなんかあパラビか。パラビには載ってるんですよ。 なのでテレビだと BS では流れてないんですけど、パラビで見るとその前編見るってやつね。 なので、興味がある人、はパラビで見てください。えー、20代後半、男性会社員、1歳子持ちです。子育てのため、嫁の実家近くで新築子立てを検討しています。職場都内で電車で1本で行けますが、通勤時間1時間半です。ただ、嫁は実家近くだっていざという時に助かりますが、私は一人っ子関西出身なので、新幹線の規制を考えると得なるような気がします。遠渡りだと嫁の実家近くに住むべきですかね。ひろさん、どう思いますか奥さんの実家近くに住むのは全然いいと思うんですけど、子立て買わない方がいいですよ。 つくば大学都市的なところとかって今後の地下どうなるかっていうとかなり微妙だと思うんですよね。つくばエキスプレスで1本で行けるからいいよねっていうので割と地下が1回上がったと思うんですけど実際今リモートでいいよねっていうのがあるので別にそのつくばエキスプレスとか関係ないんじゃね っていうで理系系の仕事だと本当にリモートで住むよねってなっちゃってるので嫁の実家に住んだ方が便利っていう問題と戸建てを買った場合その戸建ての資産地価がどう動くかって全然別の問題なんですよ。戸建てを買ってそれが10年後に価値が上がるのであれば買うべきですと。 10年後に価値が下がるんだったら買わない方がいいですよねっていう話でじゃあ今買おうとしている場所の賃貸の値段がいくらなのか地価がどう動くのかっていう問題で決めた方がいいと思います。はい えー、夫婦ともに東京都庁の25歳大卒公務員カップルです、えー、夫婦2人とも子供が大好きなので子供は5人欲しいのですがしかし食費はもちろんのこと5人全員大学受験の際に塾に行かせたり大学に進学させるほどの資金面が失敗なのですが大丈夫でしょうか、えー、世帯年収合算で30代1000から1200万円40代1400から1400万円になるくらいの予定ですまた新人家族でもひどきさんの言う通りに賃貸で暮らしたい方が良いでしょうか教授お願いしますはい賃貸の方が良い,いと思います子供人数がガンガン変わるので 7人家族用の家を買ってしまった後に大学生になると一人ずつ抜けていくわけじゃないですか子供が抜けてった後に7人家族用の家って無駄でしかないんですよ なので子供が多ければ多いほどその子供が増えたりとかじゃあ最初のうちのなんか5歳以下とかだったら子供部屋に何かもう4人ぐらい住まわせてもいいんですけど年頃になったりすると一人一人にしたいとか言い出して部屋数増やさなきゃなくなって大学になるともうなんか実家から出てくわっつって子供まだ部屋減らせるよねってなるので生活環境に合わせてどんどんあの部屋を変えていった方がいいのでなので賃貸の方がいいと思います。はい